文政長銀、文政長銀とは、文政3年5月4日から鋳造をはじめ、同年7月20日より、通用開始された長銀の一種で、表量貨幣である。先に発行された原文長銀と区別するため、新文字長銀あるいは草文長銀とも呼ばれる。また、文政長銀及び文政豆板銀を総称して、文政銀、新文字銀、あるいは草文銀と呼ぶ。 表面には、常、世及び、常をただし、宝の文字に加えて総書体の、文字の極印が打たれていることで、原文長銀と区別する。また十二面の大国像を打った十二面大国長銀は、上納用あるいは衆議用とされる。幕府の御用人として取り立てられた、田沼沖継は、氷涼銀貨の領への統一を模索し、金遣いの江戸においても流通させることが可能な。 係数銀貨として、田沼の命を受けた、河合久高の検索により、何両に手腕を発行した。この何両に手腕は一両あたりの含有銀量が21.6問目、程度であり、一両あたりの換算で27.6問目の、含有銀量である、小文字銀より少なく、また長銀から何両に手腕への吹き替えが進行した、ため銀相場が上昇し、これはやがて解消されたが、 文政2年6月の小判の吹き替えにより、同年12月に、再び人相場が1両イコール52.7問目まで登記した。さらに射死的な風潮となる中幕府の支出増加による財政悪化を解消するため、環状武行区事法である、服部貞勝の上進によりで目獲得を目的として、小判に遅れること1年後、貨幣吹き替えが行われた。 原木及び原文の吹き替えは金銀を同時に行うものであったが、文政の吹き替えでは、そのような計画性は見られず、財政難を理由とする場当たり的なものであった。また文政の一連の吹き替えに際し、鉱山からの金銀の算出に多くを求めることができなかったため、ほとんどが旧貨の回収によるものであった。年11月11日、銀座改革により、 江戸京橋の銀座が柿柄町に移転して、銀座の機能が江戸に集約された後であったため、文政銀以降の銀貨はすべて江戸にて鋳造された。当初、小文字銀との引き換えに対する増付は与えられず、また、新旧文字銀が無差別通用の規定であったため、引き換えが思う様に進捗せず、幕府は文政7年2月14日、両替省に引き換えの強制を命じ、 同年ウルー8月からは引き換えに訪れた者の、住所までの距離に応じて、造夫は、銀十勘目以上差し出す者について、一理につき銀、一勘目に、不銀三分、引き換えに訪れたものの、住所までの距離に応じて増夫は銀十勘目以上差し出すものについて一里につき銀一勘目に風銀三分引き換えに訪れたものの住所までの距離に応じて増夫をつけたというが新持ち銀の発行口は、思うように伸びなかった。さらに幕府は、同年3月に、翌年2月までに小文字銀の通用停止を布告したが、 旧銀の回収は進捗せず、結局小文字銀の通用停止は、文政10年1月末となった。また、南両二種版のような係数貨幣が次第に流通の中心となり、長銀を凌駕するようになり、表量銀化の地位は次第に低下した。新文字銀の銀含有量を1両あたりに換算すると、名は南両二種版1両の含有銀量にほぼ等しく、 含有銀量が不足する名目貨幣が先導して、後に本位貨幣的な超銀の含有銀量が決まったと言える。通用停止は、分成金、草分2分番、分成難料2主銀、及び分成難料1主銀とともに、天保13年8月2日であった。またこれらの通用停止を8月6日とする文献も存在する。分成豆板銀。 文政豆板銀は、文政長銀と同品くらいの豆板銀で、宝文字及び総書体の文字を中心に抱える大国像の周囲に小さい文字が周り配列された極印のもの、周り文を基本とし、また文字が集合した群文、大文字の文字極印である大技文などが存在する。休貨平表によれば、規定品位は銀ント。 同64%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。小賀による草分銀の分析値の結果は以下の通りである。雑文はほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む。旧貨幣表によれば、長銀及び豆板銀の合計で224,981巻900文目である。 抗議配布金限及び回収された旧銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である分1銀は中造工の7%が銀座役所に取り置かれたが諸国配布金の買い上げ、諸経費などを差し引き残り3.5%となった。また吹き替えにより幕府が得たデメは3万1803冠であった。同年9月、服部は505面、商負信組支配となる。 ありがとうございます。